神戸市立スマ図書館は、日本の兵庫県神戸市が、スマ区に設置している、神戸市立図書館の地域拠点館である。2016年度実績では、蔵書数が85,838冊で、市内11館を中大10位、来館者数は197,234人で、第11位、貸出冊数は369,996冊で11位。 館中8位となっている。延べ床面積は762平方メートルで、市内11館中では最も狭い。貸出条件等は、神戸市立図書館貸出を参照のこと。前市として1946年4月1日に開設された神戸市立図書館須磨出張所が認められるが、同出張所は1958年3月31日に廃止され、 それから20年余り、スマ区内には、文館や文室が設置されない空白期が続いた。その後、1970年代から進められてきた、神戸市内の、各行政区に、地域拠点館を設置する方針に基づいて、1981年9月1日に、スマ区民センター内で、神戸市立スマト所館として開館する。1995年1月17日の阪神。 淡路大震災では当時置かれていた八館中で最も被害が大きく11月28日にようやく通常業務を再開した2012年に市内各区の地域拠点館で開設された沖塩文庫では各館ごとに収集テーマが設定されているがスマート書館のテーマは自然科学とされている2021年3月24日には スマク北部の神戸市営地下鉄、精神、山手線の妙谷駅前に、区内で2館目となる、神戸市立妙谷図書館が、大丸スマ店4階で開館したが、北区において、北図書館文館から独立した北上図書館とは、異なり当初から、スマ図書館廃下の文館ではなく、区内2番目の地域拠点館として扱われる。ありがとうございます。